太陽王ルイ14世と、ヴェルサイユ宮殿第2回は、陳は国家なり、22歳で神聖宣言1643年、わずか4歳で即位したルイ14世ルイ13世の遺言に基づいて、摂生となったのは母、母アンヌ・ドートリッシュ スペイン・ハプスブルク出身のスペイン人ですそして摂政アンヌ・ドートリッシュから最小に任命され国政の舵取りを委ねられたのがジュール・マザラン・スキ教です彼の本名はジュリオ・マザリーノイタリア人ですが彼を見いだしたリシュリューに勧められてフランスに帰化した人物です。 セッショーアンヌと最小マザリンのコンビはリシュリューの敷いた路線を受け継いで国内政策では強い王権を目指す中央集権化政策対外政策ではハプスプルー家の勢力の弱体化に取り組みましたリシュリューの王権強化政策はこうでした。伝統的貴族の発言力を後退させるとともに、 ハプスプルグ弱体化政策を推進。それは戦争による負担を増大させそのツケは官職保有者の権益を侵害し都市民衆の経済的困窮をもたらし国民各層の不満を募らせました「最初リシュ国王ルイ13世亡きあと即位したのは わずか4 14歳のルイ14世、王権は弱体化し王を支える摂政アンヌ・ドートリッシュと最小・マザランは外国出身さらに彼らは利主流路線を継続したため国民の不満は高まるばかりだったのですこうして王権に対する不満が蓄積され ルイ14世が即位してから5年後の1648年、フロンドの乱が勃発、5年間続きます。フランス史上の大内乱といえば、フランス革命、ユグノー戦争が有名ですが、このフロンドの乱も含まれます。フロンドの乱は、王権に不満を抱く各階層の動きが重なり、大乱に発展しましたが、 各階層の利害が相違したため、一致した反王権運動に発展せず、結局マザランによって鎮圧されました。これは1653年の宮廷のパリへの帰還を描いています。これがルイ14世です。この絵もパリに凱旋するルイ14世。この時 ルイはまだ15歳でしたフロンドの乱はルイ14世に多大な影響を及ぼしました例えば1649年1月パリ市民がルーブル宮を包囲10歳のルイはベッドからシーツでくるまれ荷物のように馬車に放り込まれかろうじて宮殿から脱出して難を逃れましたそれは 屈辱的な体験でした。こうした体験がルイの人間不信となり自ら直接政治を行う神聖につながります。また王権に逆らった大地族への不信屈辱的体験を味わわせたパリ民衆への嫌悪となりヴェルサイユ宮殿の大造営にもつながってゆくのです。 即位以来教育を担当したマザランによって帝王学を授けられたルイ14世はマザランを敬愛しますそして成長したルイの初恋の相手はローマ生まれのマリー・マンチーニマザランのメリでした聡明快活で教養にあふれた人物ルイに文学絵画音楽の趣味を施したのは 彼女だと言われますが、ルイは、教養ある恋人に嫌われないよう、猛烈に読書に取り組んだようです。ギーブルトンは、フランスの歴史を作った女たちの中で、彼女のルイ14世への影響力の大きさについて、次のように述べています。彼はフランス語の洗練に努め、 イタリア語を学び始めたばかりでなく、古典的な作家にも情熱を燃やすようになったこれも皆ラファエット夫人の言葉を借りればこの類14世が後日ヴェルサイユの宮殿を建築する気を起こしたのもまたモリエールを保護したりラシーヌの面倒を見たりするようになったのももとはといえば皆な マリー・マンシーニの感化によるものである。ルイ14世は、マリーとの結婚をマザランに懇願します。スペイン王女、マリア・テレサ、マリー・テレーズとの縁談のための仮協定が結ばれた後でも、マリーとの結婚を諦めようとしません。一瞬、マザランも迷います。自分がフランス王の外籍となる幻影が浮かんだのです。 しかし母校アンヌ・ドードリッシュに反対されすぐに夢から覚めますそして本来の霊言な王権主義者に戻るのですマザランはマリーをヘキチに幽閉しルイをスペイン王女マリア・テレサマリー・ルイズと結婚させたのですルイ14世もマリーマン・シーニとの結婚騒動を通して マザランとのの考えの正しさを認め私生活よりも国家理性を優先する道を選んだのですルイが結婚したフェリピ4世の長女マリー・テレーズは器量は悪く鈍感で政治文学には無関心フランス語も不自由でスペイン王女であること以外取りえなしとまで酷評されました。マリー・ールイーズは ルイを愛しますがルイの方は無関心多くの愛人愛称を持つことになりますそれでも二人の間には6人の子供が誕生しましたここでフランススペインの婚姻政策を見ておきますアンリ4世の娘エリザベートはフェリペ4世と結婚し生まれたのがマリー・テレーズ グイ13世が結婚したのがフェリペ3世の娘、アンヌ・ドートリッシュ。生まれたのがグイ14世。ですからグイ14世とマリー・テレーズは、いとこ同士で結婚したのです。結婚の翌年、1661年3月9日、マザランは亡くなります。マリー・マンチーニとの一件を除いて一度も逆らったことがないほど、 マザランを敬愛していたルイ14世は国王ともあろうものがと思われるほど涙を流したと言われますそして翌日国務会議を開催22歳のルイ14世は大胆にも申請宣言を行ったのですこうして太陽ルイ14世による最小抜きの申請が始まるのですこれは 国務会議を主催するルイ14世です。る世でいくらマザランから帝王学を授かっているとはいえヨーロッパ一の大国を一人で治められるはずがない世人のそんな不安を振り払い宮廷を震撼させる事件が申請開始半年後に起きます。9月5日のの財務風景の逮捕です。容疑は、 財務卿の立場を利用しての公金横領。この事件は国王が正義の味方であることを世間に強く印象付けましたが、風景逮捕の直接のきっかけは逮捕の19日前に開かれた祝宴だったようです。この8月17日の祝宴は風景の上官ウォーブ・ヴィコント城で開かれました。 ボールヴィ・コント城はパリの南東55キロに位置します。38歳の若さでルイ14世の財務卿となった敏腕ンン政治家ニコラ・フーケはヴォー・ルヴィ・コント城を購入し建築家のルイ・ルヴォー画家で装飾家のシャルル・ル・ブラン 造園家のアンドレ・ルノートルという三大巨匠へ依頼し、ウォール・ビコント城を17世紀建築の傑作とも呼ばれるものに生まれ変わらせました。ルイ14世は史上最大級の大教演によって迎えられます。ルイはその美しさ豪華さに圧倒されますが、同時に激しい。 憎ししみ嫉妬も抱きました貴族に王以上の豪壮さ華麗さは許されないましてそれが横領した公金によってもたらされたとなると風家は祝宴の19日後に逮捕3年間の裁判の後国外追放刑が宣告されますが これを不満とする王によって終身刑に変えられますそして15年後に獄死するのです風家逮捕の背景には諸説あり有力説は性的コルベールの政治的陰謀によるとしています確かに風家失脚後に財務総監に就任するのはコルベールですいずれにせよ この事件は、神聖宣言をしたルイ14世が、絶対的な王権を誇示するものになりました。また、この事件は、ルイ14世によるウェルサイユ造営に密接に関わります。ヴォ・ルーヴィコント城での贅沢で華やかな祝宴を体験し、その美しさ豪華さに圧倒されたルイは、これをしのぐ宮殿・ 庭園の建設を構想するようになりますそしてヴォ・ル・ヴィ・コント城造営に関わった建築家ル・ヴォー造園家ル・ノートル画家ル・ブランの三大巨匠をヴェルサイユ宮殿建設に投入すするのですところでルイ14世はなぜヴェルサイユの地に大宮殿を造営しようとしたのでしょうか。 当時現在ヴェルサイユ宮殿がある場所にあったのは父王ルイ13世が狩猟のために作った館ただの貴族でもひけらかそうとは思わない貧弱な造りの別荘でしたしかしどんなに貧弱だろうとルイにとってはブルボン町の宮殿を造るにふさわしい場所でした 当時の宮廷は一箇所に固定されない移動宮廷でした。フランスは一世時代のベネツエ大使、マリノ・ジュスティニアーノがこう記しています。私の任期中、フランスの宮廷は2週間以上同じ場所には留まらなかった。その場所はルーブル宮、フォンテーヌ・ブロー宮、サンジェルマン宮、シャンボール城などでした。 これがルーブル宮、現在のルーブル美術館です。これはサン・ジェルマン・アン・レイ宮。これも世界遺産になっているフォンテーヌ・ブロー宮です。これも同じく世界遺産のシャンボール城。財政難の中、わざわざ大宮殿を造営せずとも、 政治の中心地パリにあったルーブル宮を改修美化すればよいのではないかとの意見もありましたがグイ14世はルーブル宮を嫌っていましたパリ市中にあり敵の侵入が容易であり宗教戦争の傷跡も生々しい上何よりフロンドの乱の苦い思い出につながる場所だったからです残る3つのうちシャンボール城は パリから180キロと離れすぎているので却下。サンジェルマン級かフォンテーヌ・ブロー級は候補にならなかったのでしょうか。パリからの距離もベルサイユと比べてそれほど違いはありません。しかしサンジェルマンアンレイ級を作ったのはルイ6世。 フォンテーヌ・ブロー宮を作ったのは、フランソワ一世。誰がそれらの宮殿を作ったかが問題だったのです。なぜでしょうか。それは、フランスの王朝に関わります。サンジェルマン宮は、カペイ朝のルイ六世、フォンテーヌ・ブロー宮は、ヴァロア朝のフランソワ一世が作った宮殿。 つまりブルボン朝生え抜きのの宮殿でではないのです。もちろんルイ14世にはブルボン朝生え抜きの宮殿を作りたいこと以上により積極的な政治的意図がありました。第一に自己の理念にかなったブルボン家の斬新で豪壮華麗な宮殿をを創造することで 国王ブルボン朝の栄光偉大さを示すこと第二に貴族を飼いならすすことです貴族をヴェルサイユに住まわせることで貴族がパリ市民領民と同盟して反乱を企てるのを防ごうとしたのですそしていよいよ1661年ヴェルサイユ宮殿の造営が開始されるのです